韓国の某大型スーパーが販売した冷凍チヂミに紙と推測される異物が混入していたとの情報がネット掲示板に寄せられ、物議を醸している。先頃韓国のネット掲示板には旧正月セットを購入して、まだ食べていない方がいたら返品してくださいというタイトルで文章が投稿された。投稿者はある大型スーパーが販売中のなせつチヂミセットを購入したとし、食べようとしたら、 その材料は肉ではなく紙だったと主張。また、購入したとする縮みから紙と見られる異物が混入している様子を写真で公開。写真のグレーの物体が紙であることを証明するため、この異物にシャープペンシルで文字を書いたものも同時に公開した。なせ説になると、気分が良くなって何度か利用していたとした投稿者は、それなのに、材料は肉ではなくて紙とは、食欲が失われたと明かした。 この事実を公開した投稿者は、該当商品を販売した大型スーパーに連絡したところ特別な手続きはせずに、返金処理のみの返答があったと説明し怒りをあらわにした。一方、縮みの製造者は現在、関連事案を調査中であり、調査結果が出たら適切な措置を取るとコメントした。この問題にネットユーザーらは見た目は肉のようだが、まさか紙とは、パッと見ても、 真剣に見ても、どちらにせよ段ボール紙にまみえる、原因をはっきりと明かしてほしいなどのコメントを寄せた。